どうも高井です。習慣定着、習慣実験で学ぶ成功の条件、新しい習慣を身につけようとするときに、古い悪い習慣に引っ張れちゃって、悪い癖が出ちゃって、なかなか新しいいい習慣って身につかないですよね。私自身も、なかなか新しいいい習慣って身につかないなって思いながら、日頃をコツ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 こなしてってるんですけど、脳神経科学や心理学の観点から、 なんでこんなに新しい習慣って頭に刻まれていかないんだろうとかなんで新しい習慣でこんなに身につきづらいんだろうっていうことに沿って研究が数々されてきているので私自身も結構参考になりましたタバコも一つの依存症という側面に沿ってこうやったら解決するんですよというなんでうまくいかないのかっていうのとどうやったらうまくいくのかっていうことを疑問と答えが載ってるっていうのはすごく あ、なるほど。なんて参考になるので、あなた自身もかなり参考になるんじゃないでしょうか。内容をこちらにまとめました。これから読み上げていきます。答えをいきなり知りたいという方は、もう8章まで飛ばしていただいて、もう答えだけ知るというのもありなんですけど、やっぱり脳の構造上、1から10枚知りたい方は最初からご視聴ください。参考になりましたら、グッドボタンお願いします。習慣とは何か、習慣の詩人。 ウィリアム・ジェームズはアミリカにおける最初の偉大な実験の心理学者である。弟のヘンリー・ジェームズはアミリカに対大な小説家として知られているが、ウィリアム・ジェームズは人間の頃を記述した偉大な思想家だと言えるだろう。ジェームズは1890年に出版された著書の心理学の中で、習慣とその重要性についてとても説得な考えを述べている。すべての教育において重要なことは、神経系を適代なよく味方にすることである。そのためには、できるだけ早い時期に、できるだけ多くの有能行動を自動化し、習慣化しなきゃならない。 何も習慣化されておらず、全てに対して優柔不断に人間ほど惨めなものはない。葉巻に火をつけるたび、コップの耳をむくち運ぶたび、毎日起き寝るたび、一日の仕事を始めたびに、その行動について明確にしてもって受講しなきゃならないからだ。このようにその一日の半分は、習慣化していればほとんど意識できるはずのことを決めたり、悩んだりすることに費やされているのだ。ジェームズにとっての習慣とは、自動性という概念として定義されるものだった。自動性とは適切な状況において、ある行動を意識せずに自動的に行う度合いのことである。 神経系を的な味方にするというジェームズの考えは、私たちが新しい技能を身につけるときに特に厳重になる。技能とは高度な行為を簡単に行う能力のことであり、習慣の概念とよく似ている。おそらく人間の数ある技能の中でもとりわけ見にくくない読むことだろう。書き言葉は5000年ほど前に誕生したが、これは人類の長い歴史の中ではごくわずかの期間でしかない。また、人間は成長する過程でごく自然に母語を理解し、話すようになっていくが、読むことは何年もの教育や訓練を経なければ獲得できない技能である。 そして読む技能は、椅子につけると自動的になり、目にした言葉の意味は理解しようとせずに入れれるようになる。読むことに自動性の特殊性があることは、試験者に色付きのインクで書かれた文字を見せ、そのインクの色をできるだけ早く答えさせるという実験をしたときに観察されるストーブル効果によく現れている。これは、文字と色が一致している場合と、文字と色が不一致の場合とで、試験者がインクの色を答えるまでの時間を比較すると、文字と色が不一致の場合の方が必ず少ないという現象のことだ。 つまり私たちはあるタスクを行う上で文字を読んでも意味がない場合、それは読むと逆効果ない場合ですら文字を読まずにはいられないのだ。習慣動物園習慣が本当に心の機能の基本的側面であるなら、あらゆるところに習慣があるはる。特定の状況に対する感情的な反応も習慣になることがある。例えば人前で話すことに強い恐怖心を抱く人が多い。習慣的な行動が特定の状況によって引き起こされるように、教室で発症する心理的、信頼的な反応も感情的な習慣だと考えられるのある。なぜ人間は習慣を持つのか 私たちは世界の安定した側面の脳を自動的に対処することで考えるという声をできるだけ減らしたいと思っている。例えば私は自分が住むアメリカで車を運転しているときに、右側車線を走るといちいち自分に言聞かせたくはない。それは私のローカルの世界のとても安定した側面であり、毎日どちら側を走るかを考えるの時間の無駄だからだ。一方で私たちは世界に変化が起きたときには脳にそのことを記憶させようとする。例えばある道路が工事のために閉鎖されていたら、この事実を記憶しておいて、通勤時にその道路を迂回できるようにしたい。 だから難しいのは脳には物事のうちどれが安定していてどれが変化しているのかが分からないことだ。そのため脳はこれを学習しなければならない。行動を理解する。私が同僚の家で催されたパーティーに参加したとする。自家用車を運転して現地に着くと同僚からカクテルを進める。私はカクテルが好きだ。だからもっからの欲求に従ってありがとう、一杯高いただけ,たけと言いたくなる。だから私には車を運転して帰宅するために自宅でいなければならないという直前目標がある。だから私はカクテルを断り、水などのノンアルコールの量を選ぶ。 しかし、私のそれまでの経験によっては、パーティーでカクテルを飲むことが習慣になっているのかもしれない。その場合、調べているという直的な目標があるのにかかわらず、カクテルを手にしてしまうかもしれない。脳が習慣を出すメカニズム。習慣と意識、記憶。習慣には顕著な特徴がある。それは実行する際も、後で記憶する際も、意識的な記憶からは完全に切り離されていることだ。例えば、家を出るときにどうにかかける習慣について考えてみよう。私たちは、どうにか,かける方法を一度覚えたら、その方法について改めて考えるとはしないし、影を変えたことを覚えておくこうともしくない。 習慣となっているので考えることなくただ単にその行為を実行するのである。道をロックするときに鍵をどちらかに回すかと尋ねられれば頭の中にイメージを思い浮かべて右に回すことだろう。だから毎回道をロックするときにいちいち鍵を右に回すなきにならないと考えたりはしない。また、家出た後で鍵をかけたかどうか思い出すなことは誰もが何度も体験しているのではないだろうか。このように私たちは習慣のシステムを信頼してど,れにどうにかかけることができるが、習慣は経験の痕績を残さないことがよくあるんだ。 習慣と意識的な経験の違いは脳の損傷によって記憶を失った人現に現地にあられる。有名な例として、フランスの疾患学者エドワール・クラパイドが観察したものを挙げれる。クラパイドは、記憶障害のある患者の手を自分の手の中に隠したピンで刺した。数分後、患者はピンで刺されたことはもう覚えていなかったが、クラパイドがただ手を刺してますと手を引っ込めた。理由を尋ねると、彼女は手の中にピンを隠し持っている人がいることがあるからと答えた。つまり、この患者は意識的には覚えていなかったが、ピンで刺されたという経験を記憶していたのである。 意識的記憶のシステム。1990年の研究によって、海部は損傷すると記憶には深刻な障害をもたらすが、この学習にはほぼ全く影響を及ぼわないということが明らかになった。その典型では、ブレンダ・ミールのと、スタナ・コーキンが研究した、インシャの h f との知られるヘンリー・ウォルトとの人物とース究者チ h ムは当時の登ク療法では対処できなかった、自由の転換を治療するために手術した後に記憶障害になった。理解が両側の速度うな速度の大部分を制設したことで、 転換の症状は大幅軽減されたか、それによって手術前の数年間の記憶をしない、将来的な正しい記憶を形成することで怪我などという転換症状が残ったので、ある。一方で後期にあの患者から H.M. はこの体ルルを治めるが驚くほど保持することがあった。後期の著者は僕は物思い悪い健忘症患者 H.M. の障害の中で、H.M. は1986年に人工関節の置換手術を行った後に後期を使うなど新たに運動技能を学ぶことができたと述べている。H.M. なぜ後期が必要なのかはっきりと覚えておらず。 言い訳されても転ばないためとしか答えられない方が、それでも練習を重ねることで法規を適切に使えるようになっていた。ミルナとコーキンは1950年代から1960年代にかけて h m の学習能力を後半にわたって研究した。その結果、h m は過去意識的に思い出されしないもの、多くの運動技能をとても学く習得し、それは長期間維持できるようだな計算した。こうした h m の初期の研究をきっかけに、記憶障害になっても学習能力が少ないことはさらに深く振り下げた研究が次々と来られになった。 これらの研究の大きな成果として、記憶障害者は運動能力だけでなく、知覚能力や認知能力も高められることが明らかになった。ニール・コーエンとラリー・スクワイアとの初期の研究で、このことを特に出てくるような形で示している。この画期的な研究では、現社は脅威反転された単語を読む知覚能力を習得する能力を調べた。1970年代にカナダの地理学者、ポール・コーラーズが行った研究では、現社は軍に続いて、脅威反転された単語を徐々に早く世界のみに見なり、 実を習得した技能は1年以上持続することが示された。講演とスクワイアは共演判定された3つの目指しい単語を提示して、被験者はその単語を公園に出して読むような時間を測定した。異なる理由で記憶障害になった3つのグループの被験者を対象にしたが、スクワイアらが後に論文で記述しているように、そのうち1グループは特に記憶障害の症状が深刻だった。講演とスクワイアはまず、被験者が本当に記憶障害を抱えていることを確認する必要があった。 そこで全員に一位の単語を10組提示し、その後で一本の単語を見せ、もう一方が何かを尋ねるというテストを行った。健常者は全ての単語のペアを3回見た後、平均して8から9個の単語を思い出せた。一方、記憶障害者は10個のうち平均して2個しか単語を思い出せず、健常者に比べ過去の出来事を意識的に思い出す能力が一時低いことが示された。講演のスカイは、共演文字を読む能力の学習度合いを調べるために、健者に3日間の共演文字を読む訓練をさせた。 また、約3ヶ月後に再テストを行い、学習能力が維持されているかどうかも確認した。その結果、記憶障害者は健常者と同程度の期間で、共演判定された文字の読み方を習得できることが分かった。3ヶ月後の再テストでも、記憶障害者は前回と同様に共演文字を読むことができ、技能の低下は見られず、むしろ向上し続けていることが明らかになった。これらの成果は、記憶障害者も多くのことを学べることを印象的に実証するものであり、 新しいいたた。びに、介護とと連する脳のシステムは不ででああうメイクの証拠でもあったトカゲの脳と習慣の関係インターネットで検索するとトカゲの脳が人間が根源的に抱える問題の多くの原因になっているかのようである検索結果には次の見出しの記事が表示される2億年前のトカゲの脳が私たちの行動を妨げなっているトカゲの脳に身を傾けてはいけないトカゲの脳を打ちまかす方法トカゲの脳を黙らすよう 人間の習慣的な行動は脳の進化の過程で痕跡として残っている爬虫脳から生じている考えを普及させたのは神経科学者のポール・マクリーンである。マクリーンは数十年間にわたり、米国立精神研究所内に構築した実験技術的な自然環境で特典と行動を研究した。マクリーンは自らの研究をもとに脳を三つの領域に代別する三、位一体などと生かして提唱した。一つ目は脳幹の大脳の規定格などすべての脊髄動物に存在する脳の深部の領域で構成する爬虫類の マクリーンは日常習慣的な行動や、気合や支配、複数の非表示の活動に、爬虫類の脳が大きな役割を果たしていると主張した。二つ目は、大脳変録系だ。マクリーンはこれは、哺乳類を新しく獲得した脳の構造で、感情が変わっていると考えていた。三つ目は、新哺乳類の中で,で最も高度に発達し、哺乳類の進化に伴い、爆発的に大きくなった大脳質の病気を指す。マクリーンは、爬虫類のルが習慣や日常行動に関与していることを確かめるため、 ン鎮闘病患者の研究は得られた知見を基づき、大脳き定核に着目した。ン鎮闘病は極めて単純な遺伝パターンを持つ遺伝子疾患である。両親のうちがか一方がこの病気を起こす遺伝子変異を持っていると、子供はゴリラに暮らでそれを引きンチン鎮闘病の最も明白の症状は、体の動きが制御できなくなるというもので、手足の動きがぎがなかったり、荒き方が乱れたりする。この疾患は最終的には脳の大部分に障害をもたらすが、最も初期の兆候は大脳き定核に現れる。 マクリーンは、ハンチンミュートン病と習慣やルーチンの創出との関係を立証するために、1978年、エリック・イーナーが発表した一連の奨励研究の証拠を用いた。例えば、あるハンチンとミュートン病患者は、監視者のディナーの準備ができなくなったと訴えていた。彼女はディナーの準備に必要な個々の手順をすべて理解していたが、それらをどのような順番で実行するかについて混乱していたのだ。この問題の調査では、患者の越した訴えを、整理、計画、順の付け難しさという観点と捉えていたが、マクリーンはこれをルーチンがされを取る能力の喪失を含みと捉え直した。 これらにするは知らなと思うのだったが、ハンチントン病患者は新しい習慣の獲得に問題を抱えているということを直接的に示すものなかった。そこで、コーとスカヤの研究に直接されたカリフォルニア大学サンディエゴの別の研究者グループは、技能と習慣の密接な関係が推測に基づいて、ハンチントン病患者の新たな技能の習得に障害があるかどうかを初めて実験的に検証した。この実験で、ミアリエン・マルトーンは、コーとスカヤが用えたと同じ共演文字を読ませる課題を用いた。 ただし、コルサウフ症候群の患者に加え、ハンチンの患者を対象とした。その結果、この2つのグループはほぼ正反対のパターンの障害を示した。記憶障害を持つコルサウフ症候群患者は、共演文字を読む技能の学習は比較的正常だったが、この課題で出てきた単語を生み出すことは困難だった。一方、ハンチン患者は、単語を記憶する能力は比較的正常だったが、共演文字を読む技能の習得については、国によって多少の向上を見られたものの、記憶障害者や対将群に比べて大幅に劣っていた。 このように2つの異なるグループは2つの異なる課題において正常または障害という正反対のパターンを示すことは二重解と呼ばれている。一般的に二重回では異なる課題が脳の別個のシステムに依存していることを示す良い証拠だと考えられている。このケースでは実験結果は大の気定核に障害を持つ人が疑問学習に障害を持つていることを示す初期の証拠を提供した。興味深いのは習慣的行動における大の気鋭核の役割に関するまーンの考えが時の試験に耐えてきたが、 脳のこれらの領域に特別な爬虫類的なものがあるという考えの大部分は神経科学者によって否定されているということだその後幅広い脊髄動物の脳の解剖学的構造を比較した研究によりこれらの動物の脳構造の全体的な枠組みが酷似していることが明らかになった一度習慣化せればいつまでも続く古い習慣は知らない脳はどのような時に安定を保ちどのような時に変化するかは判断しなきゃならない このジレンマを解決するための脳の戦略の一つは、バーモン大学の科学者マーク・ブートン研究では明らかになった。彼は20年間にわたって古い習慣が見えることが多い理由を解明するための研究に取り組んできた。ブートンが研究してきた現象は、自然回復、復元、復活などのいくつの名称で呼ばれているが、これはいずれも過去に学習された習慣が一旦失われたように見えて、また戻ってくるという共通の効果を表している。 復活と的に取材に関するブートの研究は、私たちは古いコードを新しいコードに置き換えるとき、実際に古いコードを忘れてしまうのではなく、新しいコードを洗いやすいように古いコードを常に育成しているという考えを定着させるようだった。ブートンはさらに、この育成的な学習は元の習慣に比べて、学習が行われる状況に密接に関連していること、この考えが中間的な思考や行動を伴うさまざまな障害の治療に重要な効果をもたらすことを示した。 こうした障害の主な治療法に、ひとをされているものに少しずつ触れていくことで、不安や苦痛を克服することを目指す、バクル療法と呼ばれるものが UCLA の心理学者、ミシェル・クラスケは、不安障害の治療法を研究してきた。2002年には、クモ教師の大学生集団が治療した研究についての論文を発表している。この論文では、この恐ろしい実験の設定を硬い学術用で淡々と表現している。ジュリアンコモンタランチは一匹を恐怖の刺激とした。学生たちは約1時間かけて、まずクモの近くに立ち、ついに手袋して触り、 最後には手のひらのを歩かせることに挑戦したこの治療法は極めて効果的であり学生の大半のセッション終了時には雲を手のひらの上で歩かせることができるようになったここで一つ重要なことがあるそれはこの爆料療法は2つのコンテクストで実施され学科不はその地どちらかに無策に割り当てられたことだ7か後学生たちは治療の効果を確認するために作業が行われた学生たちは前回爆料療法を受けたのと同じコンテクストとか異なるコンテクストでいずれかでテストを受けた どちらのグループも1週間後には治療前よりも雲に対する行使が大幅に減少していた。だが、コンテクストが前回と違っていた場合、治療効果が低くなることも明らかになった。つまり、最初の治療と同じ部屋でフォローアップを受けた学生は、別のコンテクストで再び雲を見た学生よりも行使が少なかったのだ。こうした研究の結果、は、習慣の持続性を理解するため新たな手掛かりになる。一つになる。ひとまとめの行動としての習慣。 子供の頃に靴ひもの結び方を習ったばかりの時は、ひもをうまく交差さない穴に通しておくのにかなり集中力必要になる。だが、大人になれば何も考えずにできるようになっている。こんなことは、習慣の一つの行動でなく、一連の行動で構成されている場合が多いという習慣のもう一つの重要な作みを強要する。これは、人が習慣的な行動を取る際に、どのようなアクションスリップを起こすかを見ることでも顕著になる。心理学者の全部のリーズンが被験者2週間にわたってアクションスリップに関する日常化せるという実験を行ったところ、一人当たり平均十二回のアクションスリップが見られた。 さまざまなタイプのミスがあったが、本質の観点からの最も興味深いのは、習慣に引きずられて、もともと目標が妨げられたケースだ。例えば、誰もが経験するのは人のスリープとして、いつもの習慣とは別の行動をするに失敗することが挙げられる。X で目的地に車で行くつもりが、ふと気がついた、いつものように Y という場所に向かっていたというようなケースだ。MIT の知識に警したアングレービューの研究は、人が新しい習慣を見つけるときに、脳がどのような行動をひとまとめにするかに関する有益な実感を与えてくる。 ラットが正しい習慣を見つける際に、大脳基底核の活動が習慣を構成する一連行動をブックエンドで区切ってひとまとめにすることを明らかにした。これより、一旦一連行動を始めると、さらなる大脳基底核の活動なし、簡単に最後まで実行できるようになる。グレイビールは T 字型のレールを持ち、ラットに動く単純な課題化した。まず、餌を常に同じ側のことで餌を得るために正しい方向に回ることをラットに明らかに早く覚えさせた。グレイビールの植の研究によって、この課題を学習し始めたこのラットには、迷路の走行時常に線状体の活動を見られるが、 こうして汚れて一定の方向に迷わず曲がることが習慣化すると、洗浄体の活動は主に走行の最初と最後に発生することが分かった。グレイビエイとカイル・スミスはその後、ラトはこの課題を実行する際に時々観察された現象を巧妙な設計を用いた実験によって調べた。その現象はラトは時を言い、選択点の強化に前後に視線を出すことがあるというものだった。二人はこれを実行と名付けた。グレイビエイとスミスは洗浄体だけでなく、ラットの習慣の形成に不可欠であることが知られている前頭での一部の活動も測定した。 ラットが習慣を身につけると、戦場帯に行動の一括化を示す脳活動パターンが形成されるようになり、これを伴いラットの実行も減れるようになった。戦場帯の活動パターンとラットの実行の関係を調べたところ、非常に興味深い結果が得られた。ラットが熟走する確率は、選択点で熟考を始めずっと前に行動一括化の脳活動パターンが発生してかどうかに関係したのだ。また、貨幣のス質でも同様のパターンが現れていたが、それは行動が習慣化されることのずっと後の時期であった。トリガー警告。合図はいかにして習慣を引き起こすのか。 あなたは他人の携帯電話の通知音や振動を聞いて、思わず自分の携帯電話を取り出してメッセージを確認しようとすることをどれくらい頻繁に経験しているだろうか。スマートフォンを持っている人は誰もが経験したことがあることに意味する。死には、二種類の学習の組み合わせを意味する。パブロフ型学習から、道具的学習への転移という難しい名称で呼ばれている。パブロフ型学習は、パブロフに,にとってベルが食べ物を意味するようになって、唾液を分泌するように、環境の中の刺激は価値のある結果と結びついた時に起こる。この携帯電話の例では、得られる価値は情報である。 これに対し、独的学習とは、特定の状況や刺激に対して特定の行動をとることを学習することである。パブロフダ学習から独的学習への転移とは、パブロフガダ学習によって結果と結びついた手がかりが、独的学習によって獲得された行動を引き起こすようになることを指す。パブロフガダ学習から的学習の転移は、特に悪い習慣を誘発することによって大きな役割を果たしていると考えられている。ピーター・ホランドの経験によれば、音を聞かせると同時に餌を与えられたットは、音が鳴るだけで餌を期待するの 次にラットはレバーを押して餌を受け取るように訓練された。この訓練の後、ホランダはまずラットをケージに入れ、餌を与えない状況で音を鳴らすことで、パブロフラタ道具的転移をテストした。別の音が鳴っている時よりも、学習済みの音が鳴っている時にラットはレバーを押す頻度が多ければ、転移が起こったと判断できる。実験の結果、レバーをして餌を入れる道具的がえる訓練の時間が多いラットほど、パブロフラタ道具的転移が強く見られた。 これらのラットは餌を与えられない状況でも餌と関連付けられた音を聞くことでレバーを押す可能性が高くなっていたものである。ホランダは次に、報酬の価値を落とすことでパブル型道具的転移に影響が生じるかどうかを調べた。ホランダは報酬の価値を落とすために一部のラットに塩化リチム容を注射して食欲を失わせた。レバーを押して餌をもらう訓練を少ししか受けていなかったラットは塩化リチムを注射された後、レバーを押す日なが減った。注射によって気分が悪くなり、食べ物の価値が低下したためレバーはくなったということは、 これらのラットの行動は目標思考であったことを意味している。一方、レボを押す訓練を何時間も受けていたラットは、エンカリーチームを中止させられなかった対象群のラットと同じようにレバーを押し続けた。これは習慣的な行動の特徴である。一旦習慣化された行動は、たとえばもう報酬を求めていなくても、関連する刺激によって引き起こされる可能性があるということだ。人間にもラットと同じような転移の効果があるのだろうかと、最も疑問を抱く人もいるだろう。それで、ウィットラーの研究では、被験者はまず2つのボタンのうち1つを押すと、 2種類の食品のどちらかがもらえるという訓練をした。被験者はその後、一流の食店や手がか,かりをさまざまな食品と関連づけるように訓練された。次に、報酬の価値を落とすことの効果を検証するために、被験者にテレビ番組を10分間見せ、その間に2つの食品のうち1つが入ったボールが与えられた。それを食べることで、その食品に対する欲求を満たさせるためだ。その後、被験者にセッションの最後に渡される好きな食べ物を得るために、ボタンを押してもらうというテストを行った。 者はポップコーンに関連した画像が提示された場合にポップコーンを選択する傾向がありチョコレート菓子を表す画像が提示された場合チョコレート菓子を選択する傾向があった被験者がどちらの食べ物で満腹になったりかかからず被験者の反応に対する手がかりの効果はほぼ同じであったよそ見はできない報酬も正しい気は注意服。く私たちは世の中を見渡す気当然ながら他にでも注意を引きやすいものあるその理由は大きさによるなどその対象物に大きな特徴がある場合多いが自分にとってたくさん見るのは何かに注意を引かれることもある これは一般的に注意媒スとして知られ、特に依存症の問題において取り上げられることが薬物依存症者は依存対象の薬物に関する仕掛けない手加減に注意を向けるという強い場所を持つ傾向がある。薬物乱用者は全般的に依存症に関係のない刺激に比べて関係のない刺激が停止される場合に反応が遅くなる。これは彼らの注意が自動的に薬物に関する情報に引き寄せられるために基本的な課題をこなす努力が妨げられているからだと考えられている。 この効果のメカニズムを研究してきたテキサス製アナイム大学の修行者ブライアン・ダーソンは、依存者とに関観察される注意バイアスは異常なものではなく、価値、駆動的な注意補足という基本的な真摯的メカニズムはあらに少ないとしてい彼の実験では、コンピューター画面に表示された色付きの円が被験者に提示される。各円には縦または横の線が描かれている。被験者は各思考において特定の色の円を見つけるよう指示される。また、見つけた円の中にある線が縦と横のどちらに向いているかを報告することに指示される。 この課題は来なくて被験者には円の色によって額の異なる報酬を与えられる。例えば円が赤色の場合、8円確かでりついて5セント、2円にかかついて1セントの報酬を得られるが、円が緑の場合は5セントがもらえるのは2円に確実ですかでついない。この課題によって得られた価値が受け継がれているかどうか確かめるためにテスト段階を設け、被験者には色ではなく形で物体を見つける資料を与えた。見つける対象となる形は円ではないが、被験者の気を散らせるために円を画面上に表示させることもある。 原子は、報酬を与えられた色の円が表示された場合に目標の形を見つけるのが遅くなった。またこの効果は円が報酬の高い色であった場合、低い色であった場合よりも大きくなった。この効果によって消費被験者の反応の遅延はわずか数十ミリ秒と大きなものではないが、はっきりと確認された。アンダーソンは価値駆動的な注意不足は依存症者の未来らず重いバイアスと多くなる似点があると主張している。この効果はなお続き無効化することが困難だ。私を巡る戦い脳内競争 脳には習慣道、目標指向行動という異なるシステムがある。私たちの行動はこれらの異なる影響を途切れなく見せているように見える。テキサス製アンドイム大学の神経科学者マーク・パッカードの研究によってこれらのシステムは実際には競合しているのかと考えるようになった。パッカードはプラスメイロと呼ばれ、文字通りプラスの形で実験装置を用いてごく単純な課題をラットに課した。4本のアームに見た目上の違いはないが、装置自体が壁に様々な装飾が施された部屋の中に設置されていない、ね。ラットには自分がメロのどの位置にいるかがわかるようになっている。 パッカードはまず一つのの端に餌を置いた状態で別の穴にラットを置いた。ラットが餌にたどり着くためには、ムが交差する場所でさえどちらかに曲がらなければならない。正面の穴が閉鎖されているため、ラットの立場からすると、プラスというよりも D 字の形をしている。何度か思考を繰り返すことで、ラットは餌を得るためにどっちらに向かえばいいかをすぐに学習した。だが、パッカードはこの学習の方法には2種類あるかもしれないなと説明した。まずラットを学習したのは、植物が空間のどこにあるかであると考えられる。パッカードはこれは場所学習と呼んだ。 また、空間学習と海馬の関係を示す多くの研究結果があることから、この人の学習には海馬が重要な役割を果たしているという予測した。一方、ラットが学習したのは単に特定の方向に曲がることだとも考えられる。パッカードはこれは反応学習と呼んだ。ラットがどちらの方法で学習しているかを調べるために、パッカードは簡単な仕掛けをした内容した。目の前に餌を置かず、学習したのとは反対側に位置するアンカームからラトをスタートさせ、どちらにするかを見たんだ。実験の結果を分かったのは、ラットの行動は訓練の度合いによって異なることだった。 訓練が初期の段階のラットには場所学習の特徴が見られた。すなわち反対側のアームに置かれると以前に餌が割れていた正しい方向に曲がろうとしたんだよ。しかし訓練を重ねたラットには行動の変化が見られた。すなわち学習した時と同じ方向に曲がるという反応をするようになったんだよ。バッカーだことで両方のシステムは常に学習しており、それらが競合してラットの行動を決定しているという考えを提示した。もしこの考えが正しければ、一方の学習にかかる脳のシステムを妨げれば、ラットはもう一方のシステムを使うようになるはずる。 あるいは、もしもう一本のシステムが関与していなければ、ラットはどちらのアームに餌があるかを知る方法がなくなるため、ランダム2本の案を探索し始めるはずである。実験の結果、2つのシステムが同時に学習を行い、ラットの行動を制御するために競合していることを実際に示された。学習の初期段階で外部の機能を提示されたら、あとは反応学習をするようになり、学習の後期段階で大脳規定区の機能を提示されたら、あとは場所学習をするようになったのである。人間の行きを記事しても相互作用。 アトガース大学のマーククラルフとダフナ商法の協力をけて人間の被験者は用いた実験を行った一連の視覚的な手がかりに基づきある結果を予測することを試行錯誤的に学習する課題を用いて被験者を訓練したカードと結果は確率的に関係していた例えばあるカードは65%の確率で雨と関連し別のカードは80%の確率で晴れと関連していた健常の被験者は訓練を通じてこの天気予報課題を正確に実行することを学習できた 一方、バーバラ・ノールトンとラリー・スクイイーの初期の研究結果によって、パーキンソン患者はこの課題を正確に行えうるうための学習が難しいことが明らかにされていた。これは大脳基底核とドーパミンのどちらか、また両方はこうした試行錯誤的な学習に不可欠なることを示唆している。ノールトンとスクイイーが開発した天気予報の課題では、被験者は試行錯誤を全て学習する。試行のたびに2つの結果もどちらか1つ選択し、フィードバックを与えられ、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させていった。 高収納誤差のシグナル伝達を受ける動物の役割を考えれば、パーキンソン病患者はこの課題をうまく学習できないのは驚くことでなかった。そこで、脳は課題を処理する方法を変えるために、課題にちょっとしたひねりを加えた。被験者は以前と同じように手がかりとなるカードと電気予報の結果を提示する。だが、試行錯誤を通じて学習させるのではなく、手がかりのカードと結果の関係を単純に記憶させたのだ。これを追跡がおかしと名付けた。この用語は心理学で、2つのアイテムの組み合わせを覚えなければならない状況を指すのによく持ち合れているからだ。 そして、試行錯誤型または、水蓮語型の天気予法課題を学習している最中の被験者の大脳基底核と側頭葉内側部の脳活動を FMRI 持ちで測定した。この2つのタイプの課題における被験者の脳活動を比較したところ、脳の恐怖システムに関する理解と一致する結果を得られた。試行錯誤型の課題では大脳基底核の活動が大きく、水蓮語型の課題では側頭要内側部の活動が大きかったんだ。また、この2つのシステムは互いに競合しているというパッカーの見解を裏付けるような発見もあった。 つの活動は逆方法に採用して見えたんだ目標は習慣化できるかハーバー大学の心理学者ファイアリー・クッシュマンは思考や目標がモデルフィー教科学者でどのように学習され直接的に習慣へと結びつくかというテーマで研究をしているその一つは実験の設定はかなり複雑だがそのアイデアは現実世界の例で見られるものである例えばある人が投資金を持っていてハイテク株と金融株のどちらかに投資しなければならないとするこのシステムでは顔を顔入手するとき必ずハイテクと金融のうち興味のあるカテゴリーか一つの銘柄しか選べないようになっている ただし、ボーナス機能はあり、ハイテク株と金融株のどちらかはランダムにも変わらず、ごくまでに大きな報酬は全くランダムにも入れたいでる。例えば、2つの銘柄を提示されたトレーダーは金融株を選び、その時にボーナスを得たとしよう。モデルベースのシステムは、ボーナスは完全にランダムなものなので、金融株を選ぶという目標の価値を変える必要はないと認識する。しかし、モデルフリーのシステムは、選択と結果を単純に関連づけて学習するので、ボーナスを得ることで金融株を買うという目標の価値を高めることになる。 福島は一連の研究でまさにこのような目標状態のモデルフリー学習を実証し目標が習慣に似た方法で学習される可能性を示唆したモデルベースのシステムは習慣を選択する可能性がありモデルフリーの学習は私たちが目標状態に設定する価値に影響を与える可能性があるということだ自精心人間の最大の力脳の全身に何があるある脳の領域は精神機能を果たす役割を理解するにはその領域は損傷を受けた時に何が起こるかを観察するのが最良の方法になることが多い 全東洋を損傷した人の例で最も有名なのはフィニアス・ゲージのケースだろう。ゲージの事件は1848年9月14日にバーモン市ラドロンのフリーソールユニオン市に初めて掲載された。鉄道建設現場で職長として働い,ていたフィニアス・ P ・ケージが昨日、発泡ぱを行うために火薬を詰める作業をしていたところ、誤って火薬が爆発した。その時、ゲージが使っていた直径1.25インチ、長さ3フィートは、ンチの鉄製の器具が爆風に勢いが上れ、彼の頭部を貫通した。 この鉄の突き棒は、刑事の顔の側面が突き刺さり、上側を砕き、り目の後ろを通って、頭頂部から抜け出した。この悲劇的な事故で何よりも得意な状況は、刑事が本日の午後2時の時点で存命しており、理性を完全に保ち、痛みも感じていないという事実である。事故前の刑事は、時折業者から仕事のよくできる、有能な現場商売に、精力的で計画通りに物事を実行する男などと評されていた。 主人のジョン・ハーローが後日、鉄の傍が頭部を貫通する大きな回復という文字通りのタイトルの報告書の中で、軸語の経典の態度の変化について次のように述べている。彼が気まぐれで不んで、言葉遣いがひどく下品になることもあり、仲間に敬意を払わず、自らの欲求に反するような制限や上限には耐えられず、必要なほど頑固になることもあり、同時に気まぐれで移り入りでもあり、 将来の事業の結果を多く盾やするものを十分に準備することなく、魅力的な他の計画を思いついたら、すぐに前の計画を破棄してしまうようになった。友人や知人から以前とは別人と言われるほどだった。前頭葉の損傷によって抑制がかからな不適切な行動をとるといった現象を見られるような人は一方で、全く異なる影響が生じる人もいる。1940年代から1950年代にかけて、主な精神疾患に対する一般的な治療法としてロボトミー手術が行われた。 これは前頭前野の一部を脳の残りの部分が外科的に切り離すというもので、実質的に脳の頭蓋部分を完全に取り除くとも同じようだった。ロボトミン手術の実例としては、アメリカ大統領ジョン・ F ・ケネンの妹、ローズマリー・ケネのケースが広く知られている。彼女は知的障害や精神疾患に苛まれており、よく突発性な劇場や転換のような発作を起こしていた。当時はまだ精神科の薬は存在せず、他に治療法がなかったため、ケネリー家はローズマリーが23歳の時にロボトミン手術を施すことを決めた。 手術後、ローズマリーは極端に衰弱し、歩行も会話剖できなくなる。残りの人生は施設で過ごすことになった。アイオワ大学のダニエル・トナレルは、前頭葉の損傷が人口に及ぼす影響について詳細な研究を行っている。トナレルは、アイオワ大学病院で脳の病気や怪我の治療を受けた人を募集し、約40年間にわたって通詞調査を行っている。アイオワ神経患者レジストリーの責任者である。対象者は研究に参加するために定期的に連絡を受けており、その規模の大きさから、 このデータベー,ースは脳障害の影響を研究するための唯一無二のリソースと呼べる存在になっている。2018年に発表された研究では、このレジスティンの登録者のうち194人を対象にして、脳の損傷に起因する人格の変化を評価された。脳全体に損傷を受けた人の場合、約半数に人,人格変化が見られ、変化の仕方にはいくつかのパターンがあった。最も多かったのはフィニス・ゲージ・メタものと同様の社会的・感情的な器官の障害だった。 また、判断力の低下、優柔不断、社会的不適切な行動などの様々な症状を伴う実行機能不全もよく見られた。また、ローズマリー・ケネディに見られたものと同様の無気力や社会的不合に体力、気力の低下などの症状が見られるグループもあった。感情的な苦痛や不安の兆候を示す人もいた。興味深いことに、前頭葉の損傷が人件プラスの影響を与えることもある。マーシー・キング、トラネラは、アイオワ神経患者リストの患者97人を対象とした別の研究で、 脳を損傷した前後患者の性格を親戚友人に評価させた。意外にも半数以上の患者が脳損傷後に性格が完全にスタがあったと評価された。またこれに該当する人は前頭葉の一番前方に損傷がある人が多いことが分かった。なぜ前頭前野は特別なのか前頭前野は自生死に重要な役割を果たしているような何かと考えるとき鍵を握るのはその配線にある。このことを理解するために大脳皮質の各領域を見てみよう。 脳の一部領域は特定の感覚モダリティから入力処理や運動を制御するための指則信号の,直接の生成性に特化している。連合領域は一領域の情報を統合し、それを既存知識と関連づける。ユニモーラルと呼ばれる連合矢は主に単一の感覚モダリティから情報を処理する。ヒテロモーラルと呼ばれる連合矢は異なる感覚モダリティから情報を組み合わせて処理する。これらの領域は階層的に配置されている。前頭線は最上部に位置し、下部にある各ユニバーヒス領域から入力をる。 さらに、前頭前野の中にも階層構造があり、前方を利用けど複雑な情報を処理するようになっている。このようにして階層の最上部の領域は脳が利用できる、あらゆる情報の外要にアクセスできるようになる。人の前頭前野はかつて他の霊長類に比べてかなり大きいと考えられていた。だから、MRI を用いて様々な種類の霊長類の脳を少ない人は近年の研究によって、人によ脳全体に対する前頭前野の大きさは少なくとも他の霊長類とほぼ同じるこかが分かった。 では、なぜ計画を立てるまず、自らもコントロールする人間の能力が他の霊長類とこれほど大きく違っているように見えるのだろうか一つの答えは、最も注抽象時な種類の思考に関わる前頭前野の領域が人の場合は相対的に大きいかもしれないということだ。もう一つの答えは、脳の配線なるかもしれない。ロンの,の本体を使用する脳の火薬質の下には、脳の各部を繋ぐ配線の動艦の下に役に果たしている白質が、人の白質の一部が他の霊長類に比べて大きく、 前頭前夜内帯脳の他の領域との結合性が高い可能性があることを示唆する研究はいくつかある。しかし、もし違いがあとしても、それは人と他の霊長類の間の知能の違いほど顕著なものではない。前頭前野は脳の中で再発達する領域でもある。エリザベス・ソイルラによる画期的な研究では、大脳皮質の厚さは小臓器後期に脳の大部分で減少するが、言語機能に深く関連する前頭野と側頭矢の一部では同じ菌増加する。また、前頭前野とは脳の他の領域をつがる白質も比較的ゆっくり成熟する。 白質はニューローから信号を目的の場所に伝達する針金のような形をした付属機関で構成されている。軸作はミリエンと呼ばれる物質で伝説のプラスチックコーギティングのように覆われ、絶縁されている。ミリエンは軸作の各分を信号をすべて飛び越えられるよにすることで、軸作に沿った伝達をスピードアップする働きもしている。ミリエンの形成のプロセスは体内を始まり、小児期を通して続く。前頭前野ではそれよりも長く、成人期初期まで続く。 白質のはこのようなべきことを示す最良の証拠は、拡散強調ガードと呼ばれる MRI の意思を用いた研究によって得られている。ピーター・コチュフとデイビッド・グラウンは11歳から90歳までの1000人以上を対象に、大脳皮質の厚さと白質の微細構造の変化を測定した。その結果、ミ練のン形成に関連すると考えられている違法性比率と呼ばれる白質構造の完成度を示す指標はピークに達すが、脳全体の質の厚さよりもはるかに遅いことが示された。 成人期の発達の遅れは、特に前頭前野との脳の他の領域を伝える発達領域でよ顕著であった。これをはじめとして、成人期に大脳皮質が発達のピークに達したとも、発達が発達し続けることを示す研究結果が多い。情報をコローに保持する。人の計画的に行動するためには、目標に関する情報を長期にわたって保持するのが可欠だ。前頭前野はそのために特に重要だと思われる。このことでは、単純な課題実行中のマクズの前頭前野の入力の反応を長期的に調べたイール大会の神経が推した。 この課題では、猿はまず、画面中央にある個視点と呼ばれる点に視線を固定するようにも訓練される。個視点に視線を固定した状態で、画面上の個視点から離れた位置の周辺視野内に手掛けたの付けが表示される。手がかりけが消えた後、しばらく猿は個視点を見つめ続け、画面上から個視点が消えると、猿は手がかり荒れた場所に視線を動かすことになっている。正しい位置に視線を動かすと、ご褒美としてコーナーに価値がされる。 これは時間を一度視線を動かすことが眼球運動を用いた遅延反応課題と呼ばれている。ゴールドのない価値がこの形題実施している猿の前体のるけど特定部分のニューロン発火を記録したところ、手がかりによってのみ活性化されるニューロンや個っていの消えた後に猿が視線を動かした時にのみ活性化されるニューロンがあることがあった。一方で猿が視線を動かすことを待っていただけで活性化される遅延反応選択的なニューロンを見つかった。これらのニューロン発火は特定の方向の視線の動きに対してのみ選択的だった。 具体的にはこれらのニューロンは次の眼球運動が特定の方向であるときだけ発揮していた。ゴールド・マンラカチラはドフリンがワーキングミオリにとってキャラリー重大なことも明らかにしている。ある研究ではドフリン D1 受容体の働きを阻害する薬剤をサルの前頭前に直接投与した。薬を聞いてくるとサルは意図した眼球運動を思い出す際に誤りが多くなった。また手がかりから反応前の時間がなくなると誤りが増えた。これはワーキングミオリは時間の経過とともに劣化していることを示唆している。 その研究ではドーピング抗薬を投与しながら前頭前野のニューロの活動を記録したこの薬や手がかりや動きに反応しているニューロンには最小限しか影響を及ぼさない方が遅延選択権ニューロの活動は撤下した意志力の精水なぜライフスタイルを改善できないかと尋ねられた時人々の最も一般的な答えは意志力が弱いからだしかしこの考え方が誤りなあることを示す研究結果が増えている 自衛神が強いと思われる人は、衝動を抑えるのが得意なのではなく、そもそも自精神を働かせる必要性を回避することが得意であるようだ。そのことを示したのが、欲求、目標、自衛神の関係を経験サプリ語と呼ばれる方法で調べた遺留品方法などの研究だ。この研究では、被験者208人にブラックビルの端末を配布した。この端末には一日を通じて数時間後に合図が送られるので、被験者はそのためにその時点で経験していることを報告しなければならない。被験者はその時点で欲求を感じているか、あるいは過去30分以内に欲求を感じたかどうかを報告する。 欲求を感じた場合は、その種類を報告し、その欲求の強さを1から7までの尺度で評価する。さらに、欲求に抵抗しようとしたかどうか、その欲求と自らの目標との間にどの程度の葛藤を感じたかなど、様々な質問すること被験者は調査研究で自制心を測定するためによく用いる項目論を意図した。いいえと答えた項目が多い人ほど自制心が高く、はいと答えた項目が多い人ほど自制心が低くなる。保本は全てのデータが揃ったところで、被験者が報告した自制心のレベルと、成型サンプリングで記録された様々なスクメの関係を調べた。 もし自制心の役りが目標を達成するために欲求を抑えることであるならば、自制心の強い人ほど欲求と目標との葛藤を多く経験し、頻繁に衝動に上がっているはずだ。しかし結果は全く逆であった。自制心の高い人は低い人に比べて葛藤が少なく、欲求に上がる回数も少なかったので、さらに自制心が高い人は外して欲求を経験する頻度が低く、感じた欲求の程度も良かった。ペンシルバニア大学のブライアン・ガラーとアンジア・ダックバースによる研究は、 自生心の高い人と逆説的に自生心を使う必要性が低いように見える理由の一つを示している。そこであはこれらの人々は良い習慣を見つけるの得意であるということだ。ガラッとダック・バスはこのパラドクスを検証するために、まず大勢の人々の習慣と自生心のレベルを調査した。予想通り、自生心の高い人と運動量を多く、健康的な関心をとっていることが分かった。だが、興味深いのは、自精心の高い人は運動や健康的な食事をより習慣的に行っていたと報告していたことだった。つまり何も考えず自動的にそれを行っていたのだ。 アラートダックマスは、自制心の効果は良い習慣によってもたらやすいことも発見した。自生心が高いと良い習慣を作りやすく、結果として努力を伴う自制心を発揮する必要性も減るからだ。依存症、習慣がマルスをするとき、衝動から習慣に移行。近年、依存症の神経科学では、依存症の発症には衝動性から脅迫性にわ行が伴ると、イギリスの神経科学者トレバード・ドービンズとバリエ・バイトと提唱した考えチームを集めている。つまり、薬物を初めて試している段階では、感覚的刺激を求める傾向と衝動性は見られるが、 中毒なのり、幾学的に薬物を使用しているときは、目標思考行動から周波的行動に効果観察できるというのだ。衝動性の概念とり方は研究者によって違う。ロビンスと呼ばれた主に、認識制御の側面から衝動性を研究しようとした。彼らが直々調査法による衝動性の評価を行わず、認識制御に焦点が出たのは、人の研究と並行して動物模様の開発を行うアプローチをとっているためでもある。同じゆうで、彼らと待つ能力を測定するために、5択の連続反応時間課題と知られる課題も開発している。 この課題では、ラットは視覚的な信号が提示されるのを待ってから、箱の中にある5つの穴が1つで鼻を突く込で餌を入れるように訓練される。衝動性は低い信号を提示される前に、ラットは我慢できずに、いずれから穴に鼻を突くのんで回数で測定される。ラットは待つことができずに、穴に鼻を突く込もでしまうからすいには個体差があり、衝動性の強いラットは何度罰を受けてもこの行動を繰り返す。ウミスと呼ばれた2007年に発表した研究で、この種の衝動性と同脈の働きとの関係を調べた。 まず、小型の PT スキャンでラットをスキャンし、即座間で、ね、ドーパイン重度体の数を調べた。その結果、衝動性が強いラットの場合、PT トレーサーが付着でき、ドーパイン重度体の数が優位に少ないことがうか。次に、この違いが中毒になりやすいかどうかと関係するかを調べた。実験では、ラットがレバーを押すと、ここに注入されるようにした。対象には、衝動性が強いラットと忍耐強いラットが選ばれた。 ロシアのグループのラットもコカイを入れるためレバーをしたが、約20日間の実験間中、衝動性が強いラットは忍耐強いラットに比べて約5割も多く見つからコカインを中にした。この研究結果は衝動性、ドーパミン、依存症の関係を示す有力な称号を提供したが、比較的小企業な実験であったため、信頼性にいくらかの疑問を残した。また、同研究グループによる別の研究では、ヒロイン治療時には同じ関係が当てはまらないことも示されており、薬物の種類によって依存のメカニズが異なる可能性が示唆されている。 この論文の発表後ほどなくして、ラッセレ・ポルラックは依存症を研究したエディ・ゼローンと共同で、この理論を人で検証するための研究があった。健常者のグループと、平均10年以上の長期的な覚醒剤、乱用者のグループの2グループを代表として、ロビンスとエバリーとはラットに用いたの同じ種類の PT スキャンで、被験者全員の洗浄体内のドッポイン状でのレベルを測定した。被験者は衝動性のレベルを測るための直々症候補だった。PT スキャンの結果を比較したところ、予想通り、 薬物乱用者は、洗浄体の動物に浄体のレベルが低いことが分かった。また、衝動性と動物の関係を調べたところ、衝動性が最も強い薬物乱用者は、動物のレベルが低いことがあった。さらに、ダラガフ・ブレーマンが主導した後の研究では、動物に浄体としてトップシグナル課題の成績との間に、関係がどうも示された。ラットの研究と同様、運動反応を提出せることが最も苦手だった被験者は、動物に浄体のレベルも最低だった。これらの研究結果から、ロビンスと呼ばれたラットで行った実験結果は人でも確認でき、 反応抑制、ドーパミン薬物性の,用の間に強い関連性があることを示されたと言える衝動性から脅迫性の利用の2番目に主要な主張は依存症における脅迫的な薬物使用は目標指向行動から習慣的行動へと移行し最終的に脅迫的な薬物を服用へと至ることで生じるというものである神経科学者はラッを持ちた研究によってこの主張の検証に取り組んできた。 記憶的な薬物摂取をするラットの研究では、まずラットが自ら薬物注入できるようにし、その後、ラットが薬物の注入を続けようとすると足に軽いショックを与えて、耐えなければないようにするという実験方法を採用しててきた。薬物注入の回数が少ない段階でショックを導入した場合、どのラットもこの罰に耐えようとせず、薬物をそれ以上注入しようとしなくなる。しかし、数ヶ月間薬物を摂取し続けると、ラットの一部は罰を導入しても薬物を摂取し続けるようになる。依存症は本当に習慣なのか 確かに従来の動物実験は、レバオスなどの単純な行動によって、薬物やアルコールとは放射を得ることは、最初は目標指向型だが、時間の経過とともに習慣化することが示されてきた。しかし、これらの実験で用いられた行動は、乱用薬物を入手するために人間が用いる複雑な計画や行動に比べるととても単純なものである。テリー・ロビンソンはより複雑な行動をラットにとらす場合、どうなるかを調べたために、ここには自己投与する機会を得るには、毎日変更されるパズルを解かなければならないという条件の実験があった。 パズルはとても複雑で、例えば同じレバーを4回してから2回ホイールを回すと、コインが生まれ別のレバーを押せるようになるといったものだった。ラットは何度も思考を繰り返して、これを学習した。そして一旦が復習すると、少なくとも一部のラットにはゲッパ類に特徴的な中毒に症状を見られるようになった。すなわち、自己注入する薬物の量と、それを手に入れようとして行う努力の量を増加させ、薬物が入手できなくなった後も、薬物炭酸反応が強いままで保たれたのだ。課題の複雑さとパズルが毎日変更されたことから、この行動が何らかの習慣的行動に依存するとは考えられない。 つまりそれはこの行動が目標指向型の制御に依存していることを示唆している。新しい行動変容の科学に向けて、公衆衛生問題視の行動変容。ワクチンや抗生物質を発破する以前、人類の大半は感染症によって命を落としていた。例えば1900年のアメリカではジフテリア C のトップ10に入っていて発生臨異はなくなっている。これは2017年のアルサネ病の絞り率と同じ割合だ。しかし現在ではジフテリアは先進国でワクチンによってほぼ混ぜされたため、医療関係者がない限りこの病名を耳にしたことないという人もいるだろう。 本日のののは、成人の死因のほとんどは現代病。つまり、現代的なライフスタイルや環境に直接的に関係する病気である。2017年、多くの人が命を落とした心臓病を例にとってみよう。心臓病の原因は多岐にわたるが、心臓発散のリスクに直接的に影響することがわかっている行動もある。その筆頭が喫煙だ。喫煙者は非喫煙者に比べて心臓病で死亡する確率が約生まれた場合が、このリスクは禁煙後、わずか1年で半減する。 1960年代以降にアメリカで心臓病を大幅に減ったのも、喫煙者が減少したことは大きく影響している。また、喫煙は他の2つの主要な死因である、ガンと肺疾患にも関与している。COPD の死の8割は、喫煙が関係していると言われている。つまり、禁煙を水するだけで、何万もの人が長期にわたる苦しみを味わったり、支配人にしたりする可能性を減らせるのだ。問題や経営は、禁煙実践が極めて難しいことだ。たとえ短期間を成功したとしても、簡単に元の習慣に戻ってしまう。 禁,煙や禁酒1年間持続できる人は常に約3分の1である。また、減量も同様に難しく、短期的に体重が減ることはあっても、2年以上それを維持できる人はまれで、逆にリバウンドして体重が増えてしまうケースも多く見える。ただし、その一方で、行動変異を持続できる人がいるのも事実である。成功に向けた計画、行動変異をうまくたむ限り、選択行動。行動経済部は、意思決定では環境によって選択を促されすぎてい選択と促されにくい選択であるという事実を、選択行動というで表現した。 リチャード・セリアとキャッシュ・ン・スティーンが著書実践行動経済学で説明しているように、選択講座は人の選択に重要な影響を与えている。ナンとは選択の自由は制限せずに、特定の行動を促すよう選択構造を変えることだ。ナンの効果を示すこれが、デフォルトの選択肢は選択に与える影響に関する研究だ。エリック・ジョンソンとダニエル・ゴールズ・スタインは、ヨーロッパ諸国における臓器提供率をオプトインポリシーの最用国とオプトアウトポリシーの最用国で評した。その結果は驚くべきものだった。 臓期提供率は、オプトイン方式の最悪で平均30%未満とはないし、オプトアウト方式の最悪で平均85%超だった。私たちは選択するとき、デフォルト選択肢にこれほど大きく影響されているのだよ。つまり、提示されたデフォルトの選択肢に特に違和感がなければ、それに従うとするのだ。なぜより効果的に行動を変容させられるというと、話はうますぎと思うかもしれない。実際その疑いは、まとはずれというわけではない。ペンシルバニア大学のアンジェラ・ダックワースとケイティ・ミルクマンを指導した大規模研究ステップアップでは、 運動習慣の定着を促すことを目的とした53種類の介入研究の効果が検証された。実験では全米規模のスポーツジムチェーンと協力し、6万3千人の参加者を募った。参加者は28日間にわたり、ジムに行くことを促すさまざまなナジを受け取り、ジムに行くたびに、しょの報酬を得た。この結果、短期的な効果があることが確認された。ナッジを受け取った人は、誰も介入を受けなかった対象群の人よりも、ジムに行く確率が高まったのだ。だが、プログラムの終了後も、継続・垂直的な効果が確認できなかった。 ミルクマンは2019年のインタビューでここが立っている。28日間のプログラムの終了後は行動変容という点でほとんど変化は見られなかった。53周年のプログラム全てで自分がやる習慣はほぼ定着しなかった。このプログラムの最大目的は運動習慣の定着だった。だからこのカニは大失敗だったと言える。なぜかが力を発揮する場面があるのは確かだ。しかしこの大規模研究の結果から言えばどんな場合でも役に立つわけではない。損失回避とフレーミング。 コイントとして表が出たら25ドルを前、裏が出たら20ドルを払うという賭けに誘えたとしよう。経済理論では合理的に人間はこの賭けに応じるはずだとさ,される。賭けの期待値は2.5度で、賭けに応じた方が得をする確率は高いからだ。だが、実際にこのような賭けに応じる人は極めて少ない。心理学者のエモス・トビルスキーとダニエル・カーネーは、一般的に人は勝ってやれる額が負けてる人の額の約二倍だけでは、このようなゲームに手を出さないことが明らかだし、この現象は損失回避とけ損は実験室だけでなく、現実世界でも頻繁に観察できる。 株式投資では個人投資家は購入価格で高値をつけている株を売却し、購入価格も値下がりした株を売らない傾向が強い。これは高値売りの一例だと思うかもしれないが、実際には売却判断に株式の購入価格が見えない。経済学者のターナーソーディアン1998年、投資では損失回避行動が長期的には大きな損失をもたらすことを示した。この損失を回避する傾向のせいで、同じ結果がり、特殊として記述されるか、損失として記述されるかによって異なった選択がしてしまうことがなこの現象はフレーミングとして知られている。 トビルスキーとカーネマは、アジア病問題と呼ばれ有名な実験でこのことを示している。実験では、あるグループの危険者に次のような選択肢として提示した。アメリカ人定は死者が600人で予測されるアジアの奇病の発生に備えているとする。この病気に対処するために、2つのプログラムが提案された。各プログラムの結果、次のように科学的に制約が見積もられた。プログラム A が採用された場合、200人の命が救われる。プログラム B が採用された場合、3分の1にかけて600人の命が救われ、3分の2に確け1人も救われない。 この場合、72%の被験者がプログラム A を選択した。別のグループの被験者には、すべてのよう同じ選択肢をわずかに異なる枠組みに提示した。プログラム C が採用された場合、400人が死亡する。プログラム D が採用された場合、三分一の確率で誰も死なず、3分の確率で600人が死亡する。この場合、78%の被験者がプログラム D を選択した。この2つの選択肢をよく見ると、プログラム A と C の意味は同じで、プログラム B と D の意味も同じであることがわかる。 唯一の違いは、利得または損失のどちらの観点から記述されているかだけだ。この2つのフレーミングにおいて被験者の判断が異なった理由は、人は一般的に損失回避のためのチャンスにかけようとし、確実な利益を見越る場合はチャンスにかけようとしないからだと考えられ、この発見は結果のフレーミングはいかに私たちの選択に大きく影響するかを示している。意思決定をするなくルールを作る行動変容を成功させるための環境設計には、幻覚ルールを用いるという方法もある。 ある大規模な研究よりは、金融好みの喫煙者が成功する割合は、家庭内に自分が喫煙者にいない場合は10倍、職場が金である場合は2倍になる。このようにルールを定めることは、行動変異にとって効果的であると思える。とはいえ、すべてのルールは同じように作られるわけではない。ダイエットの中には、ダイエット実践者がプランを実行するために従うわけではない、複雑なルールを定めているものがある。例えば、人気割り、ウェイドウォッチャーでは、ダイエット実践者で目標とすべきポイントと、各食品が何ポイントに相当するか目安が示される。この方法に従って計算するには、かなりの認知能力を使わなきゃならない。 こうした意思決定をたまに複雑ルールを用いる方法と、大都知事先生が意思決定をする必要はない。提示されたレシピを毎食しただけでのダイエットと比べてみよう。この二つのダイエットを報較した研究では、ダイエット継続率大きな違いはなかったもつのダイエット本人は。複雑な大都方に挫折したと報告した人は思うな理由は、それが複雑だと感じられたことだった。この人の研究はまだ初期段階にあるとはいえ、この結果から行動変容にはシンプルなルールの方が効果的である可能性が高いと推察できる。ドイツの化したゲルト・ギレンツァは、人の選択肢は様々な側面を考慮する 単純なルールに基づいて選択をしているという考えを提唱し、このような意思決定を高卒から契約的という言葉で表した。ギーレンツァの研究では、ば、人はさまざまな分野であらゆる情報を考慮に入れなく、単純な経験数をすと用いている。ある研究では、被験者に複数の料理をヘルシーさ、美味しさ、利便性、核など、この人の属性で評価したのに、その中から2つの料理を選ばした。研究者はすべての属性に基づいた場合と、各被験者にとって最重要な属性などに基づいた場合に、被験者が選択した料理とどれだけ予測できるかを検証した。 その結果、一つまた二つの属性しか基づかない、高速かつ契約的なモデルでも、すべての属性に基づいたモデルと同程度に被験者がどのように選ぶかを予測できることが分かった。人は選択肢に単純な決定性に指摘的が欲しいという事実は、ルーラーで劇的に深刻な方が攻撃的だということのさらに証拠になる。変化を想定する。行動変異や行動変えるという決意をする者は、実現のための行動が取れないとい多くの人が落ちる根本的な問題がある。これは意図行動のギャップとして知られている。 行動変異の研究では、行動変異の実現のためには、この種の詳しい不全プランニングや実行意図として知られ、行動変異の効果を向上して多くの証拠がある。例えば、禁煙を成功させるためには、タバコを進められたことがあるといった漠然としたものでなく、友人の手前からタバコを進められたら、禁煙と目標の重要性を改めて思い越し、進めてくれたことに感謝するが、まずは事年間一本も進まないことに挑戦してと伝えるの想定されるあらゆる要望とその対処法を具体的に考えた方が効果的なので、行動化やと決意し、その実現の方法を計画したとしても、一つとまでそれを実行できないことある。 人気のポッドキャスト、ラジオラブのあなたとやあなたと歌えているエピソードで、番組のホストはゼルダガムさんという80歳の女性にインタビューしていた。昭和にわたって、自由的平等を実現するための活動を続けてきたゼルダは、1984年、バーモンシュの人生の友人のメレアリー・ビレンキのもとを訪れた。その時、ゼルダは30年代の喫煙者で何度も金を絡めたは失敗してたという。空港でタバコを吸っていたら、出会うかいたアリーに、まだタバコを吸っているのをどうしてと諦められた。え、吸っていれば、もうタバコのことはとやかく言わないでとかしたが、バーモンシュに対応してずっと悔しくてたまかった。 だから最後に街を離るとき、メアリーにこう宣言した。わかったわ。もし今度しったら、クークラックスクラリに5000ドル寄付する。その後、タバコを吸うオッチするために、あのおぞましい経験圏を手に自分の金が渡るのを想像するのだ。以来、禁煙が続いているという。このような制約は、コミットメントデバイスと呼ばれ、行動変容を流す有効なの手段だよと考えられている。ある研究では、w e b スのプラットフォームを使って、約4000人を対象にして原量を受けるコミットメントデバイスの効果を調べた。 このプラットフォームでは目標が達成できなかった場合、制約をした金額を友人や慈善団体、またはゼロなの例の KKK ような反慈善的団体に寄付するに設定でき、結果、制約をした場合はそうでない場合に比べて原料目標の達成に成功しやすいこと、反慈善団体にお金を渡すと制約した場合は最も成功しやすいことが分かった。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。